バリ波ええやん。やばいな、あそこ。あそこ行くわ、俺。うわ、バリでかい。バリでかい。おっ、来た。抜けた？くだい、 My This is your channel Spirit Cooks。 毎度陽一です。いつもご視聴いただきありがとうございます。皆さん見てください、バーレーポイントパンピングです。今奥からセットが来ています。あれがオーバーヘッドですね。やばい。ホワイトボッシュでこう崩れるやつだから、まああれは走る、ちょっと走りのあれかなっていう感じなんですが、今ねちょうどねロータイドが始まってまして、あそ奥で奥で、あれあそこねチューブになるところです。あの奥、あ抜けへんか。クマフィッシュで挑んでいきたいと思います。ロータイドチャレンジ。バーレンのロータイドはですね、波がこうバチコーンって掘れてプシューンっていうチューブになって、でなおかつ流れがむちゃくちゃエグいんですよね。そこをね、戦っていこうと思います。で、今サイドオン、あ風が、チューブ、抜けた。またこっちも乗ってるやつがいる。あ奥、やばい。すごいぞ、すごいのが来たぞ。うわあの奥、ポイントの奥。あいつが乗った。ほら、どうや。ボトムに降りて、チューブ、見ろ。ほら、ほら、抜ける。おっしゃ、やったー。見ましたか皆さん、あれがバーレーポイントです。ファイアリングです。この波にこの陽一チャンネルが挑まないわけにはいかないです。はい、そしてね今日はなんと皆さん大好き嫁ショットです。奥さんが一緒に来ておりますので、嫁ショットにて、今日のね、動画をお見せできると思います。陽一チャンネル始まって以来の、チューブライドがお見せできる日が来ると思います。歴史に残る瞬間であります。どうか一緒に見守っていただきたいと思います。はい、ということで用意していきましょうか。あ、ちなみにあっちの方ちょっと見てくれへん、かねちゃん。こっち、ここら辺で今ゲティングアウトしてるやつらがいっぱいいるんですが、もうこいつらはさよならです。アウトに出れないやつらですね。こっちまで行ってしまったらもう帰るしかないっていう感じです。もうだからゲティングアウト、今日はちょっと頑張りますよ。はい、ということで、よっ。準備がね整いました。今日はこのスピリットクークスカメラ、こいつがね、嫁ショット撮っていきたいと思います。でボードはここに用意しました。ということでね、僕今からナンバー2行かないとダメなんで、ちょっと急いで行ってきたいと思います。やばいやばい。さあ奥さん、ナンバー2終わりました。はい、どう、俺取れそう？うん、多分、うん、思ってんけど、これ結構遠いやんか。俺見つけるの多分大変やと思うね。見つけようと思ったら無理やと思うねやんか。もう乗ってくるサーファーと取ってもらおうかな。あっちから乗る？あっちから行く。いや、常に向こう狙うわ。常に奥狙う。乗っても頑張って向こう戻るわ。で1時間経つ時にこっち戻ってくる感じにする。うん、分かった。だから俺が向こう岩ゲットするとこからタイマー入れて1時間。うん、でもほとんどここの波狙うわ。ここが最後中分になるから、そこみんな抜けてるやつ、あの浅いとこな。さあ今ねエントリーポイントまで歩いていってます。5階にはバーレーポイントが見えております。さあどうだ、めちゃくちゃいい波来てる。さあ行くね。やべ、怒られた。なるほど、この赤いコーンか。赤いコーンのとこからこれだ。今日は向こう工事してるんで、この赤いコーンから向こう側行ったらダメということで、
なんと、僕のエントリーポイントがクローズさせられてます。さあちょっと慣れないとこから行きましょうか。ふう、緊張する。先ね、ちょっと1本乗ってプルアウトすぐしたんですが、波はなかなかソリッドで速いですね。油断したらこれすっ転びます。で、ここからチューブ狙いです。僕今からね、もうちょっとポイントの先端の方まで行こうと思います。人数がね、今ここにピークに 1,2,3,4,5 5人しかいないです。で、僕の後ろにはまあ10人ぐらいしかいない。ガラス機なんでちょっと攻めていこうと思います。さて、このシチュエーションだとあれですね、待ったらダメですね。ダメ迎えに行きます。ガンガン追っかけたいと思います。今のワイプアウトはやばかったですね。テイクオフしてボトムターンからトップに合わせてそこからチューブやったんですけど、やっぱこんだけでかい波で水量多かったらトップがこうバーンと速くて波のリップでひっくり返されて叩きつけられて海底で 砂と一緒にブワー巻き上げられて結構やばかったです。死ぬかと思います。やばい、ワイプアウトが激しすぎる。怖い、笑けてくる。怖すぎて笑けます。バリ叩きつけられます。もう浮上してこないんじゃないかっていうぐらい
水中でもみくちゃんされます。ちょっと気をつけます。もっとちょっと安全なサーフィン心がけます。行きましたね、ってメイクできました。最後出口がぐちゃぐちゃってなって転ぶんかなとか思ったんですけど、クマフィッシュシュッと出口に向かって進んでましたね。やりましたよ、陽一チャンネルスピリットクルー、皆さんの前で、ハッチチューブメイク行きました。どうだったでしょうか。いやー、やったね。じゃあ次はもっとぽっこり開いたチューブを狙っていきたいと思います。お疲れ。え、一本チューブ抜けてなかった。え、もう一回言って。チューブ抜けてなかった。え、もしかして取ってた。取った。やった、抜けちゃった。抜けてたよね。抜けた。やりました、陽一チャンネルスピリットクークス、陽一クマフィッシュでチューブ抜けました。はい、行きます。エンディングです。お疲れ様です。陽一チャンネルスピリットクークス陽一、ついにやりました、チューブライド達成です。イエーイ、撮ってくれた奥さんありがとうございます。あれ抜けると思わへんかったやろ。思わなかった。転ぶと思ったやろ。あのチューブの中で俺は転んでいると思ったやろ。思った。それはね、それは昨日までの俺や。今日からの俺は違うね。チューブに入ったら必ず抜けてくる男になったんや。すごいやろ。ちょっと見直したやろ。見直した。うん、ありがとう。なんかまあ、今回が初めてのクマフィッシュでのバーレーデカ波で、波的には頭オーバーで、まあ、セミクリーンコンディションで結構ソリッドな波でいい波やったんですよね。でこういうところで、まあ、クマフィッシュどういう風にいけるのかなと、もしかしたら役不足なんちゃうかなと思いながら不安な気持ちのまま行ってみたんですが、なんのその、全然いけたよ。全然テイクオフ問題ない。ピークにやってくるセットのこう一番パワーのもらうこのビヨーンっていうやばいところ、こうブワーンってこうパドルインして、ブワーって滑り出して、もう立った時には下がブワーンって抜けているような、そういう飛び降りなあかんようなシチュエーションでも全然テイクオフできた。まあチューブもメイクして、めっちゃ嬉しい。で、まあ、いくつか乗った波が、まあ、ボトムターンを効かせようと思って、ボトムでこうグーって踏ん張れて、まあ、なかなか踏ん張れたのよね。でそっからこう合わせようと思ったら、こうやっぱこうバーンと、なんていうの、
シリンダーバレルみたいになるから、それにこう巻かれてすげえワイプアウトして、まあ、そのワイプアウトがやばくて海底にバーン叩きつけられて、叩きつけられたまま海底でぐわーっと転がされて、砂をぶわーかぶって、もう口の中にも砂がめっちゃ入って、でもう上下左右が分からなくなって、でもうボードも吹っ飛んでいってみたいな、で上がろうにもなかなか上がれなくてっていうのを何回も繰り返されて、結構あワイプアウトってやばいなと改めて思いましたね。やっぱりワイプアウトしないサーフィンを心がけた方がいいような気がしますね、うん、で一つ最近、学んだことで今日実践できたのが、チューブライドの時の姿勢、まあ、テイクオフしてからの姿勢、いつもやったら前までやったらこうテイクオフし、こうパドルするでしょ、でテイクポップアップして立って、俺こういうサーフィンをしてたのよね。こう上半身が膝の前に出ちゃってる、こういう前かがみな、だからチューブとかもこういう風になってて、でもこの間ね、太田黒川海斗プロに教えてもらったのが、ちょっと後ろすぎるぐらいがちょうどいいみたいな、前かがみの人は胸を反るぐらいの方がちょうどこう、それでも前かがみになるから後ろに反るぐらいがいいって言われて、まあ、結構最近それを意識するようにして、テイクオフして立ってからこう胸をこう起こすようにしたら、結局重心が後ろ足に行ってテールの上でこうコントロールをしようとするのよね、ボードを。そしたら波にすごい食いついて、余計な動きをせずともボードがしっかり走ってくれるようになってきたんですよ。で今日でもそういうサーフィンをしてたら、やっぱりボトムターンがしやすくなって、こう再生を起こしたまま、こうここに体重がここに乗ったまま、元こう手をねこうやってこう前にこうわーってやるとき、このままこの体勢でこうぐーっとこう耐えて、もう気がついたらこう波がこう、ま、ここにブワーンってやってくるから、ブワーンとこう体をバーンと伸ばしたら、こうやってバチーンといけたっていうようなね、うん、なんか最近そういうのをね、学んでます。体勢をね、前かがみになったのをちょっとこう胸を張るようにして、そしたらね結構ねサーフィンが楽になってきましたね、うん。前かがみで悩んでる方はぜひやってみてくださいそんなやつおらん言うてな。はい、というわけでやりましたよ、陽一チャンネル、チューブライドメイクしました。皆さんぜひこの動画を、シェア拡散よろしくお願いいたします。みんなに自慢しちゃいましょう。チューブライドは自慢してええでしょ、自慢したいです。この動画はね、僕観音家まで持っていきますよ。なかなかね映像に残ることもないですから。でもまあね、抜けれるって分かったんで、これでこのクマフィッシュでバーレンのチューブ抜けれたんで、もう多分どこのチューブでも抜けれますね、このゴールドコースやったら。これからも自信を持ってこのクマフィッシュでどんどん攻めていきたいと思います。今日も、見ていただきありがとうございます。いつもコメント欄に、コメントくださってる皆さん、どうもありがとうございます。インスタとかね、ツイッターフォローしてくださって、DM くださってる皆さん、どうもありがとうございます。皆さんのおかげで、僕は楽しく、サーフィンを続けてこれてますし、こうしてね、動画配信するのも、むちゃくちゃ楽しいなと思って続けさせてもらってます。編集をやってくれてる嫁のあかねも、楽しんでおります。感謝しております。それでは陽一チャンネル、スピリットクックス、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。